今回ですけども、こちらのクリスマスケーキになります。イチゴがですね、こうたっぷり乗っかっていて美味しそうです。これはですね、札幌、札幌ファクトリーすぐ近くのスイートレディ・ジェーンというお店のケーキ、試しに購入してみました。はい。まだ食べたことないので、こういう感じですね。 このイチゴがたっぷりとあるところがすごく見た目も良くて食べ応えありそうで美味しそうです。香りもですね、すごくいいので美味しそうだなっていうケーキで良かったです。横からの見た目ですけどもこのような感じですね。 このような感じになっています。札幌ファクトリー近くに行った時に気になりましたらぜひここのケーキ屋さんですね。寄ってみてください。今回はスイートレディーチェーンのケーキでした。ちなみに箱ですけれどもこんな感じですね。このクリスマスの感じの可愛らしいデザインですごくいいです。上の方から見た感じは このような感じのデザインです。お店の名前、ここですね。スイートレディーチェーン、札幌ファクトリーの近くです。それではカットしてみました。こういう感じ、スポンジの間にクリーム、そしてイチゴが入ってるという感じになってます。こんな感じです。スポンジの厚さ、これぐらい。で、2層になっていて、クリームが1層。こういう具合です。 まあ、いちごちょっとカットするときにずらしたので、今ここに2個ありますけども、かなりたっぷり上にいちごあったので、いちごの美味しさとケーキの美味しさ、両方楽しめそうです。それでは食べてみようと思います。 クリームも美味しいですしスポンジもふわっとしていてとても美味しいですそこにですねこのいちごの酸味とフレッシュなこの香りこれが相まってすごく美味しいですねいちごの硬さなんですけども思ったよりしっかりとした食感があるのでこのケーキとの相性もいいのかなと思ったりもしますけれどもえっ、ー、と柔らかいタイプのいちごでも美味しいですけどもこの硬いタイプ少し硬めのこのいちごも今 あんまり食べたこととななかったたんですけどもいいなと思い思ましたこの酸味がですねちょうどケーキの甘さとあとクリームとかにあの洋酒入ってると思いますけどもその香りの良さそれとミックスしてちょうど良い感じのいいバランスで食べれてすごく美味しかったです今回のこのケーキも美味しかったのではいよかったです